私たちにこいつはやっぱり愛の力ってすごいわね。血が湧き立ってもなお攻撃してくるなんて、それほど私が憎い。わざわざ彼の部屋にあの女を置いてけしかけた甲斐があったわ。まあまあ楽しめたもの。でも残念、ここまででした。カーツウェルさんの惨状を見てまだ立ち向かうつもり？思ってたよりもおバカさんなのね。私バカって嫌いよ。死んでほしいくらいにね。さあ苦しみなさい。無様にのたうち回って許しをこいなさい。そうすれば命だけは助けてあげるわ。手足を引きちぎった後、失血死するまでの間だけどね。どういうこと？呪いが効いていない？まさかそんなはずが。それは私のセリフよ。呪いの血がなくともまだ私には打天使の力がある。この私を今まで食べてきた天使ごときと同じに思わないことね。本当にバカな子、バカすぎて殺したくなっちゃうわ。私が人間風情に負けるなんて。なぜ私がただ愛
したかっただけ。フェラスと愛を育みたかっただけなのに。私の最愛の人はどこに。デルス、大丈夫よ、ゲラスのやつ。私なんて眼中もなかったみたい。睨まれただけで心臓が止まりそうになったわ。あれはちょっとシャレにならないかも。チカロ、チカロでテンション。ごめん、私まだ足が震えてた。ああ、もう本当に情けないお姉ちゃんだ。ごめんね。ありがとう。死んじゃダメよ。絶対に生きて帰ってきなさい。